モテない、僕モテないですからね、モテない男子に向けた僕からの、はい、あ、僕あの結婚できた人間なんですけど、はい、ハゲてます、23からハゲてます、はい、で結婚した時は今からあの体重も20キロプラスでした、はい、あ、今度持ってきますね僕の写真、90キロ時代の、はいはい、でもできたのは僕はこれをやったからだよ、知恵を授けよう、はい、っていうポジションで僕は喋ります、はい、ただ僕のこの領域展開、はい、得意分野でしょ、はいはい、みんな落ちるでしょってやるのは、はい、結構外れてることが多いので、はい、正解を出しますちゃんと、はい、僕からの正解じゃなくて、はい、こうした方がいいよっていう、はいはい、で今日はそのだいたいこの婚活とかで連絡先交換しましょうねってやると、はいはい、まあ、LINE 交換なんですね、はい、なのでこの NEXT、はい、NEXT は LINE が勝負なんですよ、はい、これ大事ですよね、はい、はい、はい、でこれは LINE を上手にする方法とかで探すと、はい、モテ恋愛バイブルみたいな、はいはい、あのブログがバーッと出てきて、はい、それを読みましたと、はい、そうしたところ鉄則としては、はい、この LINE っていうのはコミュニケーションのツールだよと、はい、なので心への一つ目としてはもう一つ目から難しいんですね、相手の LINE の好みに合わせましょうっていうのが出るんです、はい、なんでまあ一応僕はそれを流派として、例えばその短文で返してくる人とか、はい、長文で返してくる人、はい、みたいなのでその相手方の女性が短いんだったらこっちも短く、はい、長い人だったらそれなりに長くっていう流派に合わせましょうと、はい、で初めは気軽な質問から始めましょうと、はい、今元気何してるとか、はい、仕事終わった仕事とか、はい、っていうのをやりましょうみたいなことが書いてあったんです、はいはい、であとは女性の好む話題を知っておきましょうと、はい、なのでそこに書いてあったのはやはりあの占いとかね、はい、タイプ診断とか、はいはい、そういうのは知っておくといいよ、はい、なんていうことが書いてありました、はい、で4番目としては共感しながら3回に1回は質問をしましょうと、はいはい、で5番目が難しいでしょうと思ったのは、はい、LINE でも駆け引きは必要だよと、はい、例えばラリー5ラリーのうち、はい、1回は無視しましょうと、はい、そうすると、はい、女性も返事がない、はい、ドキドキ、はい、みたいなそういう駆け引きも必要だよっていうのがあったんです、はい、僕はこれを見て、はい、もしかその婚活パーティーに行ってね、はい、LINE の交換をしてこんなことしてたら、はい、ダメだって思ったんですよ、はい、僕はこんなことしてたらその LINE はコミュニケーションのツールだよ、はい、はいはい、コミュニケーション知り合うためのツールだよって言うんですけど、はいはいはい、僕の中では違うだろうがあるんですね。違うだろうっていうのは LINE というのは、はい、要件を伝える場だと、はい、コミュニケーションはあってからだ、はい、なので、はい、僕だったらこうするよっていう LINE が領域を展開します、はいはい、僕が思うのは LINE っていうのは、はい、要件を伝える場だ、はい、なので僕だとしたらこうやって打ちます、はい、答えのところ恐縮ですと、はい、先日ありがとうございました、はい、この先日っていうのはこれ大事なのがね、はい、3日目にしましょう、はい、3日目です、はい、これはあの僕が20歳ぐらいの時に、はい、ホットドッグプレスという、はい、マニュアルを読んでたんですけど、はい、そこに当日はやめとけってあったんですね、はい、メールとかがっついて見えると、はい、3日は開けろと、はい、で僕はそれを守ってきました。なので先日はありがとうございましたと、はい、丸番目にお話しした丸々こと二等兵ですと、はい、この丸々ことっていうのはプロフィールシート編でも書いたんですけど、はいはい、あ、喋ったんですけど何か印象付けることをしておけと、はい、で僕がメダーそう僕はそうほら覚えてた、はい、3週間ぐらい前のことなのにはい、カフェが好きだよっていう話をして、はい、コメダだけどねみたいなので一笑い起きるんですよって話をしたんですけど、はい、まんまと覚えてましたね、はい、これなんですよ、はい、コメダ
こと二等兵ですと、はい、覚えていてくれたら嬉しいです、はい、覚えてますよわらっていうのが来るだろう、はい、っていうのを想像しました。でもう僕だったら多分もうこの場でクロージングに入ります。はい、あなたがおっしゃってた〇〇ググりましたと、いいですね、がぜん興味が湧いてきました、もう少しお話をお伺いしたいんですが、はい、何で笑った今もう少しお話をもう少しお話をお伺いしたいのですが、はい、今週の土日、はい、どちらかのお昼、はい、お昼がポイントです、はい、人たくさんいます、はい、明るいとこです、はい、危なくないですよ、はい、健全な男ですよ、はい、っていうアピールが入ってます、はい、でお茶とかどう、はい、お茶っていうこのワードね、はいはい、お酒じゃないんです、はい、お茶です、はい、でかっこ今週の土日ってしてしまうと、はい、今週の土日は無理っていう言い訳が立ってしまうので、はい、かっこ、まあ、米、はい、いつの土日でもいいのですが、はい、っていうあなたに合わせますアピールです、はい、で帰ってきません、はい、の時は、時間は都合に合わせます、はい、あの1回は押してもいいと思ってます、はい、あ、財布忘れても OK、 これはあのおごるよ、おごるアピールです、はい言うてもカフェですからね、はい、知れたもんですよそういうの、はいはい、でケーキが美味しいカフェ探します、はい、これだろうって思ってるんです、はい、これだと、はい、座席、はい、にたくさん立てるんですよ、はい、要はたくさん送れるって話で結果もすぐ分かるじゃないですか、はい、会いに行ければ、はい、もうその日手に入れたやつはポイでいいんですよ、はいはい、この要はネットでね探すとコミュニケーションのツールだって言うんですけど、はい、違うと、はい、LINE っていうのは次、はい、次につなげるための要件を伝える場だと、はい、それを心得ておけと、はい、でこの打席を増やせが僕の言う正解でございますと、はい、でなかなか返事が来ない場合は、はい、まあ、いろんなところには、はい、潔く諦めましょうって書いてあったんですけど、はい、僕もそうなんですけど、はい、僕みたいなモテないやつは、はい、何かね踏ん切りをつけたいんですよ、はい、ダメだったねって、はい、っていうのをつけたいので、まあ、返事が来なかったら急にごめんなさいでした、ありがとうございました、はい、ってすると、はい、もしかしたら来るかもしれないじゃないですか、はい、忘れてただけかもしれない、あ、そう本当に忘れてただけかもしれないので、はいはい、これで、ね、実際来るときあるんです、はい、ごめんごめんって、はい、いうのがあるので早とちりをなんかどうせ俺なんてっていう早とちりを防ぐことができるのと、はい、本当にまた来なかったときに踏ん切りがつけれる、はい、あ、本当にありがとうございましただなっていう、はい、っていうこの4つ、はい、この4つで打席に立てるんですよ、はい、どうですかこの僕の熱弁、これ目的によるんじゃないですか出た出たその特定のこの子がいいみたいなのがあるときには、はい、多分コミュニケーションじゃないですか、この子と仲良くならなきゃいけない、はい、はい、とりあえず誰でもいい打席に立つことが優先、彼女を作ることが優先、あ、でね多分、はい、男の習性だと思うんですけど多分その婚活とか行きました、はい、そうしたときにこの子が一番僕いいなっていうのは多分あるわけじゃないですか、はい、次この子だなっていうのもあるじゃないですか、はい、多分次だったらこの子かな、はい、っていうのは誰でもやると思うんです、はい、女子もやりますよねそれは多分、あ、ごめんなさいねなんか興奮しちゃってなので、はい、順番にやればいいんですよこれを、でもその何を目指すかですよねって話ですよ、次会うですよ、あの成功率を上げるんだったらコミュニケーションじゃないのかって話ですよ、とりあえず打席を立って総合的な確率を上げる方法なのか一人の確率を上げる方法なのか、 OK 分かった、はい、1番でこれをやりつつ、はい、2番の人にはさっきのピンクのやつですよ逆じゃないですか、つなげとく、1番はコミュニケーションで確率を、いやでも1番の人の確率を上げる、婚活パーティーだと、はい、もう一緒にいた十何人がその人にやってますからね、はい、そしたら全部ピンクのやつじゃないですかいやそんな流暢なこと言っとったらダメですって、
で、そしたらコミュニケーションやった人が勝つじゃないですか。ランチェスター戦略ですよね。二等辺のやつは大企業の戦略ですよね。いや、僕のこそ とんがったもう一点突破ですよ。一点突破はコミュニケーション薩摩隼人ですよ。チェストって。で、この人の興味に刺すのがあれですよね。ランチェスターですよね。ニッチで この人だけ限定した、みんなに使える手法じゃなくてこの人だけなので、この人のタイプを知らなきゃいけないし、この人の好みとか全部知らなきゃいけないしみたいな。 LINE って皆さんやります？そんなに。そんな知らないですけど。やります皆さん LINE って。その婚活が分かんないですもんね。あ、じゃなくてこの恋の芽生えの時に、はい、やるんじゃないですか最近の子たちは。ぷよん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 って。うちの子たちもが誰かとずっと LINE してますよ。感覚が古かったですね。僕たちはメールの時代ですよね。メールの時代です。ショートメールの時代です。ショートメールの時代、はいはい、LINE はなかったですね、はい、そこまで活躍はしてなかったです、はい、で僕は絶対にもう1回目で会おうって言うだろうなと思って、はい、だって会うのが目的じゃないですか。だから関係性を築きましょうじゃないですか。いや、そのピンクが言ってるのは、ピンクが言ってるのでも難しくないですかね。難しいくらいいいんじゃないですかっていう。だって10分しか話してません。だから LINE で関係性を築きましょうですよね、がピンクのやつだと思うんですよね。嘘。ランチスター戦略って、はい、なんか接触回数みたいなのもあるんですよ。ああ、そうですね、はい、はいはい。で、いかにこう相手とラリーするかが重要みたいな。それだけであの印象がアップするみたいな。なるほど。だからあのランチェスターの人って手紙とか送る。ああ、やりますね、はい、神田さんとかね、はい、はいはいはい。だからこの何回手紙を送るたびにこの自分の印象が上がるみたいな、その感覚じゃないですか LINE を、関係性を築く。なるほど、はい。それまあ分かんないですけどね。僕の領域はなんでこんなに言いまかされますかね。僕の領域展開は、あ、だから目的なんですよ多分。数打つ戦略じゃないですか、あの、はい、数って当てる。もうすぐクリスマスなんですよ、はい。どっちが効率的かみたいな話ですよね。で、どっちが効率的かは分かんないですよ。あ、やってみないとね、はい。でね、僕は何て言うんだろう、そんなに LINE は返ってこない、はい、モテない君なので、はい、直接会って喋りたいんですよ、はい。まあ気持ちは分かりますけどね。そっちの方が僕の魅力は伝わるだろうって。まあそれは当然そうなんですけど、はい、その会うまでがハードルが高いわけじゃないですか。で、僕は会う文面を考えてきたんですけど、はい、いきなりクロージングされるとちょっと待ってなる可能性もある。ちょっとアンサーチェックしてみましょうか、はい、すいません。